吉谷さん、基準値すごく考えさせるものがありますよね。まあ私はね、まあそういう感じで誤差の範囲だなと思ってるんで、平凡すぎると平凡だと思うんですよ、自分のことがね。ただやっぱり客観的に見た時に、この平凡っていうのは今すごく手に入りにくくなってるんだろうなと思うんですよね。なんで手に入りにくくなってるかというと、平凡を多くの人が共有できる時代が終わり、今は自分でその平凡をつかみ取る時代になっているのかなと思うわけなんですよね。さあ、それで今回のテーマなんですけども、ネットビジネスに出会えていなかった、まあ、久保哲朗へのメッセージということでお届けしようと思います。この動画、ここからはですね、ネットビジネスをやらずに麻雀店のオーナーを続けていた久保哲朗というパラレルワールドの世界のね、久保哲朗に対しての速稼塾の久保哲朗からの通信メッセージになります。異世界へのメッセージですね。で、久保哲朗さん、お元気してますか？今どうしてますか？麻雀してますか？あの時ネットビジネスをあなたはやりませんでした。ね、いろんな、儲け話、いろんな商材、いろんなね、ビジネスの誘いがあった中で、今あなたはそれを選んでますよね。私はネットビジネスを選びました。自己アフィリエイトをやって、自己アフィリエイトセミナーをやって、そして様々なね、コンテンツを作って、それを販売するということを繰り返して、途中からはアフィリエイターといって、自分の集客力に他社の商品を載せることによって、その商品をね、誰よりもたくさん売ることに貢献して、全国のランキングにも乗りました。18ヶ月だいたいね、アフィリエイターとしてはトップ10入りをして、トップ5入りも数ヶ月間させていただいてですね、アフィリエイターで有名な与沢翼さんとかね、まあ、これ本人じゃないんですけども、ホリエモンっていうね、名前で登録している方ともトップを競るような形でね、その中には例の小野里はじめさんも割と私と競ってるような状態っていうのがありました。本当に名誉なレースだったと思います。で、それを通り抜けて、ビジネスをやめるんだという宣言をする前に、私はネットワークビジネスに参加して、そこで例のやつっていうのにね、出会いまして、例のやつをこれまたね、自分のアフィリエイトの発信網を使ってですね、たくさんの方に広めたところ、1000人ぐらいの、1000人以上のね、私のダウンライン構築をすることになり、コミッションやボーナスもたくさんいただくことになりました。で、そこで得た種銭はですね、今度は海外の投資案件、銀行預金の方に、ぶち込んでですね、まあ、金利とか、利回りで今はやっていけてます。ネットビジネスを選択して、その中でプロを目指した結果、私はね、あなたが今、あの時まで、あの分岐点でね、2013年の分岐点で、あの時まで抱えていた借金は全部チャラになって、プラスですね、この家が手に入りました。そして私は家族や子供を手にすることができました。これ切れ事抜きに言いますけども、お金がなかったら多分これは手に入んなかったと思います。何よりもお金がなければ、家や家族や子供を私はね、養う勇気が持てなかったと思うんですよ。まあ、ですんでね、今どんな暮らしをしているのか分かりませんけども、今この画面の向こうのね、パラレルワールドのネットビジネスをやらなかった久保哲朗に、ちょっと、私なりに申し上げたいんですけども、まあ、今ね、あなたがね、どんな成功してるのか、どんな気持ちを抱いて暮らしてるのか、こちらからは全然見えないんですよ。ただネットビジネスを選んでどうなったかなっていうふうに、私のことだからたまに気にしてると思うんですよね。で、ご安心ください。もうね、私はね、今日までに何一つ不自由なくやらせてもらってますし、見たいもの、食べたいもの、行きたいこと、もうすべてね、手に入れてると言ってもいいぐらい理想的な人生を歩んでいます。逆に言うと、私の理想っていうのは、ごく平凡な人生を手に入れるってことだったんですよね。その平凡っていうのは、ちょうど私が10代を過ごした時に、将来は家を買って、車を買って、親孝行をしながら自分の奥さんや子供を毎日ね、余裕のある暮らしの中で、養っていきたい、暮らしていきたい、楽しんでいきたいっていう、そんなね、マイホームパパ、当時の1970年代生まれ、80年代までの10代だったら誰でも考えたような、そんなマイホームパパね、そのための人生、そのための就学期間、就職活動みたいなね、時期を過ごすわけですけども、その時に描いたもの、そんな平凡な人生は私は十分、今ね、享受しています。ですので心配しないでください。で、私の方から向こうのね、世界の久保哲朗は見えないんですけども、ただ今私が過ごしている暮らしよりも、もっともっとね、素晴らしいチャンスをつかんでいることを、まあ、私のことですからね、どんな逆境にいてもしたたかにチャンスをものにして、そして切実な思いを持ってですね、目的に達成に向かってですね、歩んでいることだと思います。この凡事徹底っていう言葉はね、ネットビジネスを選ぼうが選ぶ前が、
多分私は使いこなしているだろうと思いますし、それからいつもね未来は明るくなると信じている意味のない前向きな気持ちっていうのはきっと失っていないと思うんですよ、まあホームレスをね一緒に過ごした仲じゃないですかね。30代の苦しい時期を一緒に過ごしてきて、そして40代から人生が分かれてしまいましたけども、きっと今の私47歳以上の素晴らしい世界を作ってるんだと思ってこのメッセージに変えさせていただきます。それでは本日は以上です。また会いましょう。久保哲郎。